サコイン直都市2月11日から2013年6月30日は、大日本帝国海軍の軍人、海上自衛官。最終階級は海庄。鹿児島県出身、海兵72機、海軍中将サコイン直政の次男。多合作戦で、駆逐艦、島風宝術長として、島風沈没時に戦死した、海軍隊サコイン正明は兄にあたる。兄の正明と、 同じく旧西横須賀中から海軍兵学校へ入校。1943年9月に卒業、海軍省医候補生。伊勢型戦艦一番艦、伊勢乗組。上艦実習の後、11月15日府で最上型重巡洋艦四番艦、熊野乗組を命ぜられる。なお、兄の正明も太平洋戦争開戦時に海軍省尉として熊野に勤務している。 直お氏は、熊野砲術師として勤務し、1944年3月15日府で海軍少尉に任官。引き続き、熊野乗組となり、熊野航海士として、マリアナ沖海戦、レーテ沖海戦に参加した。しかし、熊野は11月25日に、フィリピンのサンタクルーズ湾で撃沈された。1945年2月15日、偽装中の松駆逐艦 李に着任。李は3月15日府で巡行し、名落市中尉は李、公会長に捕食された。だが、李は7月28日に撃沈された。海軍大昇進後の8月8日、駆逐艦初桜の公会長に任命され、同会公会長として終戦の日を迎えた。初桜は9月28日、水先案内の士官を送り届けるため米艦隊を出迎えた。 その後は、福音業務に従事した。1952年7月に、海上自衛隊の前身である、海上警備隊に入隊。海上自衛隊では、在インドネシア日本国大使館防衛駐在官、第4護衛隊軍司令、練習艦隊司令官、防衛大学校訓練部長、統合幕僚会議事務局長、県統合幕僚学校長などを歴任し、 1979年11月に退官した。自衛隊退官後は、葉山町に在住し、平和安全保障研究所研究委員、産経新聞客員論説委員を経て、平和安全保障研究所研究委員会顧問、日本国際フォーラム政策委員となった。2013年6月30日、胸部大動脈瘤破裂のため88歳で死去した。 直人氏はインドネシア防衛駐在官に赴任する際に、香港に立ち寄り、日本領事館の領事であった、笹敦之の取り計らいで、章正し最後の地である、スタンレー刑務所を訪れ慰霊を捧げた。なお、笹は刑務所側の許可を取る際に、直人氏が章正しの子であることを明かさなかったが、刑務所所長はそのことを把握した上で来訪を、黙認したという。ありがとうございます。